名が集まりました。ありがとうございます。リーフレットもありますので、会計ってどういうものなのという方はぜひリーフレットも持ち帰ったりポスティングしたりしてください。よろしくお願いします。次回の街頭宣伝は9月の4日です。9月の4日同じ時間にここ新宿西口で行いたいと思います。9月いろいろあるんですね。9月8日、9月8日は6時半から中野ゼロホールで、安倍会見ノーの、大きな出発集会が始まります。私たちこの安倍政権の会見に真っ向から立ち向かわなければなりません。安倍政権の会見、このスケジュールがちょっとトーンダウンしてるところはもうそんなことないと思っています。これはもう絶対に進めると思うので、私たちはもう早く憲法改悪反対の大きな、世論を作らなければならない。そのためにも今の総がかり行動をさらに大きくした、さらに総がかりを超える総がかりを、の運動を作っていきたいと思っています。それが安倍会見の市民全国アクションなんですけれども、この出発集会9月8日に、6時半から中野ゼロホールで行いたいと思います。そして9月18日はさよなら原発の、集会があります。12時半から代々木公園で行います。次の日の9月19日はあの戦争法が成立して2年目です。これを私たち諦めない戦いずっと続けてきました。この2年経っても諦めないと、さらに憲法を守るんだと、安倍政権もろとも改憲も潰すんだということで、9月19日は国会正門前に6時半にお集まりください。そして11月3日は憲法記念日です。11月3日は国会周辺で大きな憲法を守る大集会を開きたいと思いますので、11月3日は皆さんもう今から予定を空けておいてください。それでは次回の凱旋は9月4日の6時半から新宿西口です。それではまた街頭宣伝でお会いしましょう。大変お疲れ様でした。